こんばんは。ハートお疲れありがとうございます。こんばんは。お疲れありがとう。こんばんは、中村舞です。こんばんは皆さん。こんばんは、中村舞です。ハートありがとう。やっほー、ありがとうございます。今日はちゃんとメイクをしています。こんばんは。髪が、そう、髪今日は久しぶりに巻いたんですよ。なんか髪切ってから自分で、巻いたことがあんまなくて、実はいつもストレートアイロンばっかり使ってたんですけど、今日は久しぶりに自分で巻きました。なんかライブの時は結構メイクさんが巻いてくださるんですけどね。ありがとうございます。そう、ちゃんとね、ちょっとね、めっちゃ苦戦した。どうやって巻いたらいいかわからんくてなんか短い髪の毛がいっぱいあって、いい感じ、なんかこんな感じ。オイルつけすぎた。久しぶりに巻きました。大人っぽい、嬉しい。ここら辺が姫。そうなの。巻いてます。内巻き外巻き、そう、なんか内外をミックスさせて、さらにカール加えて巻いてる。そうなのです。かわいい、ありがとう。ハートもありがとう。オイル何使ってますか？あれなんだっけ、なんだったっけな。ドンキホーテで買ったんですけど、めっちゃいい匂いのオイルあって、それ使ってるんだけどね。ちょっとどんなんだったか見てこないとわかんないかも。ありがとうございます。え、待って、すごいコメント欄がサラダ油みたいな、ごま油なわけなかろうなかろう。あ、主権さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ヘアオイル使ってますよ。オリーブオイルはでもなんか良さそう、使ったことないけど良さそうな感じするわ。あ、あれありがとうございます。貝殻いっぱい、いろんなの使ってます。なんでかっていうと、なんか人が使ってるのを見たら何でも欲しくなっちゃうんですよ。なんか人が使ってるものってすごいいいものに見えちゃうんですよね。なんか自分がこう見つけて買うよりも、人が使ってるってだけで、だからいろんなの買っちゃってなんかそう、いろんなの使ってる。ブレンドしてるわけじゃない、その日の気分。ケンさんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。くま、ありがとうございます。スイカジュースありがとう。シャンプー使って、何使ってるの？シャンプー気になる。シャンプーはピンク色のあれなんだろう、なんかピンク色の可愛い入れ物に入ったシャンプー使ってます。
何なのかわからん。名前がなんかね、可愛いボトルなの。こんぐらいのボトルで、なんかちょっと透明っぽい容器で、なんか最近新しく出たやつかな、わかんないけど、アネキューと今日、そうだよ、全部アネキューと一緒です。ピンク多い、確かにピンク多いですけども、アンド、わからん、私の洗面所行きます。洗面台行きます。お風呂場行ったら判明する。ピンクのトーン、はい、行きます。さて、今は誰もいないはず。初見さん、ありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ちょっと待ってね、見て、ビール。じゃん、洗面所に移動してきました。ビール、そう、これは太田優里さんのコラボ T シャツです。これね、ちょっと後で見せよう。後ろが可愛いんだよ。とまず、ちょっとオイルがベトベトに、オイルベトベトなんだが、ヘアオイル、これめっちゃいい匂い、マジでいい匂い、本当に大好き。しかもめっちゃウェッティーになります。マジいい匂いするよ。ちょっとオイルがね、漏れちゃって。容器が。お風呂ライブ、いいえ、そんなことはありませんけど、この暗闇のお風呂という恐怖の、どれだっけな、ちょっと待ってね、映ってはいけないものがないか。あ、暗いね、反射してる、ちょっと電気つけよう。じゃん、エコーかかってる、リバーブ。じゃん、どこのなんだ、かわいい、めっちゃいい匂いするんですよ、これ。うねりケア。使ってます。以上です。ここで歌おう。何を。お揃いだ。嘘、本当に嬉しい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。あ、初見さん、ありがとうございます。お風呂です、中村舞です。お風呂にいる中村舞です。お風呂の光結構漏れますね。ゆうきんすすんです、やっほー、ありがとうございます。うるさくないの、お風呂でも、お風呂でいつも歌うかも。
いいよね。なんでこんなにさ響くのかな、お風呂場って。よく分からんけど暑くないですね。なんでだろう、換気扇、換気扇効果。あー確かになかなかお風呂場行かないもんね。ちょっとお風呂場キャー、オペラも行けちゃいますね。ここだとお風呂溜まってないですよ、浴槽から。じゃじゃーん、換気扇の音が響く。T シャツ見せて、あ、見せたい。すごいな、かわいいんだよ。ちょっとかわいいんだよかわいいんだよ。入浴中配信と騙されて飛んできました。あん入浴するわけないだろ。何人入れる？まあ、頑張って、そうですね、10人ぐらいは入れるかもしれません。中村前10人入れないか、そんなに。1、2、3、4。まあ、みんなが立てば7人ぐらいは入れるんじゃない？そんなに、みんながぎゅうぎゅうに詰まって立っとけば7人ぐらい入れそう。いや、頑張ったらですよ。そんなにめっちゃ広いとかじゃないんです。水すぎる。意味深？あん？意味浅よ、意味浅。深くもなんもないわ。あんた、ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。中村舞です。愛媛出身です。あお風呂でもね、いいよね。定期的にこの歌いたくなるようなお風呂。僕ありがとうございます。お風呂配信って聞いて飛んできた。え、誰が言ってるんですか、お風呂配信って。タコありがとうございます。結局なんてシャンプーだったの？読み上げるとすればですね、ん？ウルリス、ピンクミー、ウルリスだって。ウルリスって調べたら出てきそう。で見かけて気になってます。嬉しい。なんかでも朝ツイート、私がいつもおはようおはようって言ってるんですけど、そのおはようを見て気になったって方がなんか来てくださったり、そう、めっちゃ嬉しいんですよね。おはようガール、おはようしか言ってないけど、おはようから始まる世界よ。
ボットとかしてます。でもね、1年以上は多分続いてるんですよ。まあちょっと休んだ暇は何日かはありますけども。おはよう、あとおはように必ず猫の絵文字がついてるのみんな気づきました？ね、必ず猫の絵文字つけてるんです。オールスター見に行きます。オールスターもう1週間後ぐらいじゃないですか。え、もう1週間切ってるのか。やばいやばい。上達した？今フォーム見せようかなと思ったんですけど、ちょっと全身映りそうにはないなと思ったのと、なんと実は下がちょっと何ですか、ちょっと短パン、履いてます。ジャージって言うんですかね。短パン、ピンクの短パン履いてて、実はちょっと恥ずかしい。初見さんありがとうございます。中村麻衣です。愛媛県出身です。感染、そうですね、ちょっと今ねコロナがね増えてきとるけんね、本当にねちょっと気をつけないといけませんね。ね、全国的に増えてるよね。なんか定期的に結構波があるみたいで、めっちゃ可愛い、ありがとう。愛媛、あ、そう、愛媛も結構そう多くて、そうなのよ。オールスターね、開催ねできるといいんですけどね。大丈夫なの？私も気をつけていきたいと思います。オールスターね、そうなんですよ、ファーストピッチさせていただくので、試合にも出ます。嘘です、試合には出ませんけども。クマありがとうございます。どこ守る？え、何？でも私キャッチャーは絶対できないんで、まあ、消去法でピッチャーか打つ人になろうかなと思います。打って走る。何 DH って、なんかあれみたい、魚のさ、魚の健康的な成分みたいな名前。何 DH って、あ、 DHA か。 DHA、どこ詐欺え、それ、あ、うつの専門の人が DH っていうの？何の略なんだろう。
わかった。 H がヒッターじゃな。 D はなんじゃろ、どこでもヒッター、大事な、ダイナミック、デザインティットなんだよな。ヒッターは合ってるわ。それになろうじゃあ私 DH なれるかな。その人はさ、 DH って人はさ、守らなくてもいいのかな。守りはしなくていいの、守らなくていい。そうなの。じゃあ守備の時は何しとんじゃろう。守らない。私にぴったりの適任の役じゃないですか。これからどこですかって言ったら DH でって言おう。そうなんや。守備の時はベンチによって攻撃の時に出てくるの。なんかすごい、もうめちゃめちゃすごい人じゃないですか。パリーグ、セリーグ、私覚えたんですよ最近、パリーグとセリーグあんまどういう意味か分かんなかったんですけど、そう、なんかいろいろ調べてパリーグとセリーグちゃんと調べたんですよ。広島はカープはパリーグどっちだったっけ、どっちだったっけ、パリーグ、あ、セリーグなの。なんかそもそもパリーグ戦セリーグ戦みたいな、なんかどういうことみたいな思ったんですよ。で、あ、二択で外しちゃった。で、なんかお姉ちゃんに聞いたら、そしたらまあなんか所属しとる、まあ、48みたいなもんよって言っとって、なんか48の中のみたいな感じよみたいな。全然調べてなかった。あ、なんか球団はどっちに属しとるか分からんけど、リスト説明、48と、まあ、46さんみたいなもんだよみたいな。パ・リーグとセ・リーグでこうなんかこう分かれててみたいな、まあ、言えばそういう感じよみたいなっていう、そう、お姉ちゃんに例えるとみたいな。お姉ちゃんの説明すごい説明、そういう感じなのかな。で、なんかまあ言ったら、そのーオールスターはなんかまあこう今はまだあんま違うけど、あのちょっと前の AKB さんの選抜みたいな感じで、こう各グループから選抜されてこう集められる感じよみたいなそういう感じで教わりました。なるほど、そういうことか。その私が詳しくなかったんで例えて教えてくれました。めっちゃわかりやすい、物知りありがとうございます。
なるほどって分かりました、すぐに。ね、すごい、ね、なあ、そう、なんか投票とか推薦とかで決まるみたいな。お父さんは詳しいか。お父さんは多分野球興味ある人だったと思う。今日も LINE が来ました最近毎日 LINE が来るんですよ。あ、チンアナゴとハート、ありがとうございます。喜んでるよ、うちのお父さん。お父さん、え、なんか普通に元気かって、あとはなんかお父さんに犬の写真、あの実家の犬の写真をね送ってっていうのにね、明日送るって毎日言うんですよ。明日はいつになったら明日になるんだいって思いながらもう毎日待ってるんだけど、お父さんの明日は多分ね3ヶ月後ぐらいなんですよ。お父さんはね、あの結構ね口だけの人なんです。なので明日やるって言いながらいつーっとやんない、本当にそんな人なんです。明日が明日じゃない。なんで送ってこんの。いや、それな、早く送ってよ。ひどい言われよだってちょっと、うん、もう、ああ、分かった、明日ねって言いながら、いやー、来ないだろうなーって思ってます。リアル。違うところ、はい、今はお風呂にいます。おー、初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。そう、うるさい、そんなこと言わないでください、私の美声を美声を、はい、聞いてくださいよ。座ってるの、うん、座ってる。なんかこの感じが心地よくて、しかもなんか色味もいいし、ここなんかめっちゃ漏れるんよね、なんか照明。お一人様レフ板、うん、レフ板、リフ板なさそう。なんでなんだろう、あったかい色やけんかな。漏れてるか。あ、なんだとなんだと。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。あ、音、これ多分換気扇の音です。
なんか歌いたいんですけどね、特に歌う曲がね今出てこなくてね。マイク持ってきてない。多分マイク持ってこなくてもリバーブすごいからいい感じに。熱くはないんですよ。なんでなんだろう。夜風いいね。テレテレレレテレテレテテテテレ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 テテ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 オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話くらいできなかったの。あなたが憎たらしい。ずっと待ってるのに。今日は仕事が忙しいことなんて私にだってわかっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる。泣きたくなるほどあなたに会いたい。今いるその場所へ飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった。夜風の仕業。ちょっと歌詞合ってるかわからんかも。合ってた2番の歌詞歌ってたかな。夜風の仕業。うまパチパチ花束ありがとうございます。よかぜカラオケ入ってなさそう。でもカラオケね最近いっぱい増えたらしいよ。2番がいいんだべ。2番はね携帯電話見るんでね。追加どうなんだろう。声大好き嬉しい。制服の重さを鬼リピ。でも制服の重さめっちゃいい曲ですね。あと私原点も好きなんですよ。同じ時期の曲なんですけど、制服の重さと原点どっちも風を待つのカップリング曲で超好きな曲です。僕は原点に帰るよ。それは幸せなようで不幸かもしれない。制服のダンスわかる。制服がこんなに重たいものだなんて。菜の花もそう、その頃です。だから菜の花原点、菜の花原点、制服の重さ、誰かといたいが風を待つのカップリング曲だ。カップリング曲めっちゃいい曲よ。風を待とうこの岬で。
恋の水8月のアスファルト走る自転車は全力でペダル漕ぐ足元地面から熱を感じるんだ白いシャツ吹き出す汗濡れてくっついた加速度増せば正面からの風が心地いい君の家まで何分かかる照りつける太陽油ゼミの声坂道が辛いと思わないのはなぜここはでもやっぱパルトさんの歌声が私はとても好き。いやーでもすごいよ本当にもうやっぱすごいハルトさん。マイキューの歌いの癖どうだろうありますか。でもなんか歌い方の真似されたことあるんだよね、おきちゃんに。おいバカにしてるだろって言ったんですけど、なんか何だったっけな、何の曲か忘れたけど、なんか真似してきたんですけど、なんか忘れました。なんかありますか私の癖みたいなの。癖わかる？どんなんかな？マイクの持ち方？マイクの持ち方？花束ありがとうございます。ヘタレのセリフが好きです。おー得意ですよ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし一生懸命やらなくていい。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ超慣れてる。超やってきたから超慣れてるよ。そう、ヘタレたちよ。でも最近セリフ言ってないんですよ、ライブでは。なんですごく言いたいすごい言いたいんですけど、最近は言ってないですね。何かしらでね、ちょっと言う時があったらいいんですけど、スラスラで草って言われて、スラスラ、そう意外とそう結構やってきたので、本当にありがとうございます。そう、ちょっと言いたいんで、ちょっと今度披露できる時がある、ならば。ちょっともらえませんかね。やるとき、下手れだってやるときはやるよ。ここがいいな。セリフ、そう、やるときやるや。
ライブねえ、次いつだ。30日に新公演がありますね。新公演があって、久しぶりの公演かもしれません。香川県でやります。高松行く？来る？ライブ行ってみたい。ぜひ待てるよ。関ヶ原何日でしたか？いや、関ヶ原は明日だったんですけど、ちょっと残念ながら今回出演が見送りになってしまったんですよ。そうなんですよ、岐阜県。そう、すごい行きたかったんですけどね、申し訳ない。そう、急遽今日決まりました。関ヶ原の戦い、そう、なんかアイドルウォーみたいなの書いてた。そうなんですよ、ちょっとね。そして今回は初めてその ST48 の研究生とも一緒に立てる、初めてって言ったら変だな、あの、なんだろう、そういうフェスとかでね、初めて一緒だったので。そうなんですよね、ちょっと残念だったんですけども、また何かあれば。中止ですか？そうですね、明日と、あと大阪である予定だとマワループっていうフェスもちょっと見送りになってしまいました。全国的に、そう、ちょっとね、またもし次の機会があれば。ST48 が出ないだけ。そうですね、そうそう、 ST48 がちょっと出演を見送りになりました。ありがとうございます。第7波7なの？すごい、もう波めっちゃ来てますね。皆さんも本当に本当になんかいろいろと気をつけてくださいね。本当になんか、なんだろう、もう多分通勤とかしただけでも結構もう誰がかかってもおかしくない状況だと思うので、なんだっけ、人で。ちょっとそろそろ移動しましょう。そう、でも待って待って、長らくお世話になったこのお風呂から撤退します。なんかさ、お風呂にいたら若干巻きが取れた気がする。そんなことはないか湿気でよいしょ、エコーが消えました。そう、お風呂にいたんですよ、さっきまで。ビール見せて、え、かわいいんだよ。じゃーん、ビール、レモンサワー、にゃん、
ハイボール。ん？ホッピー。ホッピーってなんやろ。なんて書いとる？ん？なんだこれは。これなんて書いてある？これ待って、マジで反転しとるけん、なんて書いてあるのかわからん。サワー？ん？サワーかな？ジャスミンハイ？ジャスミンハイってなんだ？おしゃれだな、ジャスミンハイって。何ジャスミンハイって。あとこれなんだろう、これなんて書いてますか？これサワー？梅？梅酒？これはそう、太田優里さんの太田優里さんが作った T シャツグッズです。そうなの、私の大好き太田優里さん。梅サワーって書いてあるの？やばいよ。え、なんで？なんでよ。太田優里さんは何が一番好きなんだろう。何のお酒が好きなんだろう。一番は何だろうな。かわいいね。ジャスミンハイって初めて聞いた。あとホッピーってなんだ。ホッピーってさ、なんだっけ。ホッピーって何、なんかコンビニにあるやつやん。ホッピー、ホッピーかわいい名前じゃな。クッピー？何クッピーって。あ、ロッピー、ロッピー、ロッピーよ。ロッピー、ホッピーは、ホッピーってお酒があるのって、なんじゃろ、わからん。まんま、商品名なんですかね、それともお酒の名前。グッピー、グッピーって魚でしょ？熱帯魚でしょ？たくありがとう。ホッピー、割って飲む。え、そうなんや。美味しいんかな。ホッピー初めて聞いたかも。グッピー知ってるよ。グッピーはもうみんな買うでしょ。いや、わかんないけど、私は小学校の時にクラスで買ってたグッピー。メダカ派。グッピー、生き物がかり。そう、ありがとうって伝えたくて。あ、立ち直しがありがとうございます。アンピー、好きピー、大好きピー。ちいかわや。え、そうよ、ちいかわ。またさっき私もちいかわ見てますよ。あーあーあー、
可愛い。あうあう言ってる。ちいかわ。ちいかまじゃないです。ちいかわ、ちいかわ、じゃけんさんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。こんばんは。そんなこと言ったら今日時間経つの早、51分だ。ぬいぐるみ持ってるよ。じゃーん。あう、なんかチークがねちょっとね取れかかったんですよ。夏バテしてないですか？全くしてないです。ご飯ももりもり食べてます。はい。なんか5周年コンサートまでがすごいもう結構きつくて、ずっとご飯が食べられなかったんですけど、終わって、ま、しばらくしてから東京行って、ま、ウーバーイーツもしたりなんかいろいろして、そうそう、ウーバーイーツだしラーメンとか頼んで、食欲が戻ってご飯食べます。ご飯めっちゃ食べてます。今日はカレー食べました。もりもりよ。食欲も夏バテとは思わんくらい戻ってる。配達員ですか？私は配達はしてません。私が配達してたらそれはダメです。あのね、家系のラーメン食べたわ。ダッシュ、でも私確かに配達してたらめっちゃ早いかもしれん。ダッシュしていくけんね。その分なんか配達するものがぐしゃぐしゃになりそう。ただあれですよ、私自転車とかバイクとか無理なんで、はい、走っていきます。こってりラーメン、こってり豚骨醤油みたいな。こぼれてそう、汁なさそう。平行移動しよう。汁なしの麺しか運びません。それ以外は NG です。全然太らないね。いや、そんなことないよ。あと最近はなんと高頻度で2回もケンタッキーのチキンを食べました。なんかケンタッキーのもうチキンが大好きで、でなんか部位がね5種類ぐらいあるんですよ。なんかキールとか、なんだっけな、なんかあの足のところとか、あのあばらのところとか、いっぱいあるんですけど、めっちゃ何ですか、脂っこい部位がすごい好きで、なんかねあばらの部分がめっちゃ好きなんですよ。マジで美味しくて、脂か足の部分が好き。でもね、脂のあばらの部分がなんて部位だったっけな、あの部分がね一番多分内容量も多いんですよ。
指定はねしないんですけど、そう来たやつを食べるんですけど、あこれどこの部位だなみたいな思いながら、そう食べにくいけどめっちゃ美味しいんよ。骨がめっちゃあるとこ、あばらはジャンク、めっちゃ美味しい。なんかそういうちょっとジャンキーな食べ物が最近欲してて、なんかめっちゃ食べちゃう。オリジナルチキン、そうよ。もう手をちょっと油で染めながら食べるのがいい。夏バテ知らず、皆さんも夏バテには気をつけてください。ケンタッキーのチキンを食べて、あとねもうビスケットが本当に細胞レベルで好きなの、なのでビスケットとチキンを必ず頼んで、めっちゃ美味しいのよ。チケット維持、食べたくなってきた。マジで美味しい。どうやって味付けとんじゃろう、教えてほしいわ。作らんのやけど家じゃ買うけんいいんやけどさ、マジで美味しいよね。ウーバーできますよケンタッキー。テイクアウトもできますよ。やっぱ家でねゆっくりね、こうやって骨1ミリもお肉を残さず食べる。おやすみなさい。急にみんなおやすみ言うやん。もう終わっちゃうってよ。あと、あ、1分半ぐらい。でね、男女呼ぶね。山道さん、スノーロールさん、アルマサトリアさん、クマネ。あ、私なんか変なとこ触った今。ちょっと待って。ヤマちゃんさん、ウォルフィーさん、シンジさん、東京のスバンさん、ハヤリンゴさん、タクミさん、広島港パセリさん、スターフルーツさん、アピさん、ありがとうございます。あとね1分くらいで終わる。おやすみ、おやすみなさい。皆さん今日も一日お疲れ様でした。明日は金曜日だ。おやすみありがとう。おやすみ、明日も頑張れ。また明日、花金だ、花金だよ。バイバイ、またねー。バイチャラポーっす。バイチャラポー、久しぶりに言った。バイチャラポー、おやすみなさい。皆さんまた明日です。ありがとう、ギフトもたくさん。またねー。